有森裕子の名言集、二度とやってこない一瞬一瞬を精一杯生きること、世の中にたった一人しかいない自分の生き方にこだわること、プレッシャーは自分自身がかけるもの、日々を自分にごまかしなく精一杯生きれば関係ありません。スタートの時点で本当は結果がほとんどわかるんです。心の中では自分は才能がない、だからこそ人一倍やらないとダメなんだという無知をずっと打ち続けていたような気がする。一生懸命頑張っているといろんな人がいろんなチャンスをくれます。でも一生懸命頑張らない人には何もチャンスは来ません。まあメダルの色はどうかもしれませんけど、終わってからなんでもっと頑張れなかったんだろうって思うレースはしたくなかったし、今回は自分でそう思ってないし、初めて自分で自分を褒めたいと思います。